船坂博史、船坂博史、船坂博史、1920年10月30日から2006年2月11日は、日本陸軍の軍人。最終階級は軍曹。アンガウールの戦いで活躍した。戦後は、大森堂書店を開き、代表取締役会長を務めた。全日本重建道連盟参与、南太平洋慰霊協会理事、大森堂道場官主。 その白兵戦におけるあまりの戦果から、個人名としては、唯一、戦士総書に、名前が載っている。特別重剣術気象、特別射撃気象、剣道教師六段、居合道練士、重剣道練士など、武道、射撃の技能に習熟していた。栃木県上津賀郡聖法村、現在の栃木市政法町に生まれ育った。農家の三男として生まれたが、 幼い頃から機関棒で近所のガキ大将であった。小学校、尋常高等小学校を終え、公民学校を卒業したが、それだけでは満足できず、早稲田中学講義録にて独学した。その甲斐あって、専門学校入学者検定試験、略称選挙に合格。翌1939年には、万網学校専門部に入学して3年間学習を続けた。 1941年3月、宇都宮第36部隊に現役入隊し、直後、満州に渡って、再々工事第219部隊に配属される。再々工事第219部隊は、宇都宮不評第59連隊を主体とした部隊であり、仮想的であるソ連軍の侵入に備え、部隊は、野門ン付近、アルシャン、ノンジャン。 ハイラル一帯の国境警備隊として活躍していた。広氏は第59連隊第1大隊第1中隊、通称イシュハラ中隊敵弾頭分隊に配属され、アンガール戦時には15人を率いる敵弾頭分隊長として、これを指揮していた。剣道と銃剣術は当時から有段者であり、特に銃剣術に秀出ていた。船坂は最々工事の衛帝で訓練中に、 陸軍と山学校出身の順位からも、お前の銃剣術は腰だけでも三段に匹敵すると保証されるほの腕前だった。また、船坂は敵弾頭分隊長ではあったが、一方中隊随一の名称重手でもあり、入隊以来、すでに射撃については三十回の症状、感情を受けていた。最最高時代二百十九部隊において、射撃気象と、 銃剣術基礎の二つを同時に授けられたのは後にも、先にも、船坂だけだと、もっぱら有名であった。戦況の悪化により、1944年3月1日、第59連隊にも方作戦動員令が下る。アンガウル島に到着したのは、同年4月28日であった。南方動員令が下った時船坂は、除隊を目前にしていたが、 戦況の急はそれを許さず、大替主力と共に、アンガール島に上陸することとなる。当時、船坂は二十三歳であった。中隊では一番の模範兵と目されており、部下からの人望も厚かった。アンガールの戦い、バトル・オブ・アングワーは、第二次世界大戦におけるパラオ、マリアナ戦役最後の戦いであり、この戦いで船坂は多大な戦果を上げることになる。 敵弾頭及び急砲にて米兵を百人以上殺傷したと言われる。水際作戦により中隊が壊滅する中、船坂は刀身が真っ赤になるまで敵弾頭を撃ち続け、退却後は大体残存兵らと島の北西の洞窟に籠上、ゲリラ戦へと移行した。三日目には船坂も米軍の攻勢の前に左大隊部に列車を負う。 米軍の重火の中に数時間放置され、ようやくやってきた軍医は、傷口を一目見るなり、自血用の手榴弾を手渡して立ち去っていったと、瀕死の重傷を負いながらも、船坂は足を包帯代わりの日照機で縛ることで、止血し、夜通しはうことで、洞窟陣地に帰り着き、翌日には左足を引きずりながらも歩けるまでに、回復した。その後も、 品種クラスの傷を覆うも、動くことすら、ままならないと思われるような傷でも、数日で回復しているのが常であった。これについて船坂は、生まれつき症が治りやすい体質であったこと、助けられたようだと、その自由を述べている。船坂は、絶望的な戦況にあってなお、拳銃の三連射で米兵を倒したり、米兵から旅客した短期間銃で二人を一度に倒し、 左足と両腕を負傷した状態で、銃剣で一人刺し、短期間銃を手にしていた、もう一人に投げてが部に突き刺すなど、噴戦を続けていた。実際、船坂の姿を見た、部隊員たちから、不死身の分隊長と形容する声が聞かれるほどであった。しかし、食料も水もない戦場での戦いは、日本兵を徐々に追い詰めていき、 洞窟号の中は自決の手榴弾を求める重症者のうめき声で木地獄の様相を醸し出していた。広市自身も腹部毛管重曹の重傷を負って吐うことしかできなくなり、その傷口からウジ虫が湧くのを見るにつけ、ウジに食われて死ぬくらいならもはやこれまでと、ついに自決を図ったが、手榴弾は不発であった。船坂はしばし呆然とし、自決未遂という現実に、 なぜ死ねないのか、まだ死なせてもらえないのかと、深い絶望感を味わったという。戦友も次々と倒れ部隊も壊滅するに及び、船坂は死ぬ前に、せめて敵将に一死むクインと、米軍司令部への単身切り込み、肉弾自爆を決意する。手榴弾六発を体にくくりつけ、拳銃一丁を持って数呼ばい続けることにより、全勝陣地を突破し、四日目には、米軍指揮所、 テント群に20メートルの地点にまで潜入していた。この時までに、負傷は戦闘初日から数えて、大小24箇所に及んでおり、このうち重傷は、左大腿ブレッショー左上白部貫通重層2箇所、頭部打撲傷、左腹部毛貫重層の5箇所であり、さらに右肩粘座、右足首打球を追っていた。また、長い間捕服していたため、肘や足は、 服が擦り切れてボロボロになっており、さらに連日の戦闘による火傷と、全身20箇所に食い込んだ弾の破片によって、さながら勇気か亡霊のようであったという。船坂は、米軍指揮官らが、指揮所テントに集合するときに突入すると決めていた。当時、米軍指揮所周辺には、不評6個大体、戦車1個大体、 公兵六個中隊や校舎機関砲大隊など総勢1万人が駐屯しており、船坂はこれら指揮官が指揮所テントに集まる時を狙い待ち構えていたのである。船坂はジープが続々と司令部に乗り付けるのを見、右手に手榴弾の安全線を抜いて握り締め、左手に拳銃を持ち全力を絞り出し、立ち上がった。突然、茂みから姿を現した異様な風体の日本兵に、 発見した米兵も、しばし呆然として声も出なかったという。米軍の動揺を尻目に船坂は、司令部めがけ突進するも、手榴団の新艦を叩こうとした瞬間、警部を撃たれて昏倒し、戦死と判断される。駆けつけた米軍,軍医は、無駄だと思いつつも、船坂を野戦病院に運んだ。この時、軍医は、 手榴弾と拳銃を握りしめたままの指を一本一本、解きほぐしながら、米兵の監修に向かって、これが腹切りだ。日本の侍だけができる勇敢な死に方だと、語っている。当初、船な川城をかけられたと勘違いし、周囲の医療器具を壊し、急いで駆けつけた MP の銃口に、自分の体を押し付け、撃て、殺せ、早く殺すんだ、と暴れ回った。 この奇妙な日本兵の話は、アンガウルの米兵の間で話題となった。船坂の無謀な計画に対し、大半はその勇気を称え、勇敢なる兵士の名を送ったという。その後、数日の捕虜尋問を経て、船坂は、ペリリュー島の捕虜収容所に身柄を移される。この時すでに、勇敢な兵士の伝説は、ペリリュー島にまで伝わっており、米軍側は特に、軍曹、福田。 船坂は、所属はわからぬ洋服だという偽名を使っていたの、言動には注意しろと、要注意人物の筆頭にその名を挙げるほどになっていた。しかし不慮となっても、船坂の投資は衰えず、ペリリューに身柄を移されて二日目には、品種の重症と思われていたことで監視が甘く、収容所から抜け出すことに成功。さらに、船坂は二回にわたって飛行場を炎上させることを、 計画するが、同収容所で勤務していたカイ・ブイ・クレンション5長、カイ,ブイ・クレンション、生没年負傷に阻止され失敗。グアム、ハワイ、サンフランシスコ、テキサス、と終戦まで収容所を点々と移動し、1946年に帰国する。アンガール島守備隊が玉砕したのは1944年10月19日。船坂の実家に戦士候報が舞い込んだのは、 その年の12月30日であった。そのため、船坂は1946年に帰国するまでの1年、3ヶ月間、戸籍の上では死亡していた。故郷では、当然戦死したものと思われており、船坂が故郷に帰って一番初めに行ったことは、船坂博之母と書かれた墓標を抜くことであったという、ボロボロの軍医をまとって聖火に戻り、先祖に、 生漢の報告をしようと仏壇に合唱したとき、真新しい位牌に、大友南海、広市院伝鉄部小児とあって驚いたと、純国の炎に記している。戦後復興の中、戦争での強烈な体験から船坂は、この目で見てきたアメリカのあらゆる先進性を学ぶことが、日本の産業、文化、教育を豊かにすることではなかろうかとの思いから、書店経営を思い立つ。 広氏は渋谷駅前の洋服の書店の辞書にわずか一坪の店を開き帰ってきた戦死者としての余生を書店経営で社会に捧げたいとの思いにぶつけた。これは日本で初めての試みとなる建物をすべて使用した本のデパート大森堂書店の創設へと繋がった。戦後、船坂は剣道教師六段まで商談した。剣道五段の作家、 三島幸夫とは剣道を通じて信仰があり、広志の自助伝である英霊の絶叫から玉砕島アンガウルの序文は三島が寄せている。1970年の三島受決の際、解釈に使われた三島自慢の哀悼を、関の孫六、広大は広志が送ったものであった。この経緯を次女、関の孫六に詳しく記している。また、船坂は、 当時80歳の藩士十段、持田聖二と稽古する機会を得て、初めて持田に挑んだが、立ち打ちできなかったという。この体験を、次女、昭和の県政、持田聖二において、不思議であった。藩士の前で市内を構えてからまだわずかの時間しか、経過していないのに、私の顔面には、汗が滴り落ち、全身が熱くなっていた。息はもう途切れ始めていた、と述べている。 広ロは、英霊の絶叫の跡書きに、アンガール島に、鎮魂の慰霊碑を建立することが、自らの生涯をかけた使命と記した。これは後に同書を読んだ人々からの義援金の助力も、あって実現し、以後、戦記を書いてはその印税を投じ、ペリリュー、ガドブス、コロール、グアム島の島々にも、次々と、慰霊碑を建立した。慰霊碑の異文には、尊い平和の礎のため、 勇敢に戦った守備対象兵の冥福を祈り、永久にその功績を伝承し、感謝と高志仰ぐの誠をここに捧げますと刻み込まれている。慰霊費を混流後、今までの著作や後に執筆した本から、さらなる印税をるも、世界の人々に役立ててもらいたいとの考えから、自分では使うことなく全額を国際赤十字社に寄付している。また、 書店経営の忙しさの中でも、アンガール島でのおさむ骨遺霊を毎年欠かすことはなかった。その後、遺族を募って遺霊団を組織し、現地母さんに引率し、さらにパラオ諸島原住民に対する援助や、現地と日本間の交流開発に尽力。数年にわたる戦没者の調査と遺族への連絡等々、精力的に活動を行い、その人生を捧げた。 これらを指して、船坂を知る人たちは、生きているエレーと呼び、業績を商用している。2006年2月11日、人不全のため85歳で死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。